台割れるぐらいどついてましたよ。もうこれ別に打たなくてもトークだけこの企画はゲストとともに思う存分打って語って飲んでもらう企画です。それでは開店。はい、じゃあもう早速ね、はい、お願いします。スロキスさんがまさかの大好きということで。いや、まあそうですね、大好き。そうですね。あ、そっか、これ右にスイカこぼさないか、挟み打ちしてたな。そうですね、うん、音がいいんすよね。そうかね、当時の柳さんの音やね。そうですよね、はい、テトラリールはやっぱりこう今ってカンフーとかもそうですけど、ちょこちょこ出てるじゃないですか、山さん、コングダムも、はいはい、あのクソコングダム全然ダメじゃないですか。はい、なんかだから、はい、なんか山さんこの当時を思い出してほしいなって思うんですよね。はい、こんな面白い台作ってるの。だってシーマスターがやばかったでしょ。な、 AT 機みたいなやつですよね。はい、もうあのララなんとかみたいな。今山さんのホームページから消えてる疑惑ありますよね、あの台は。はい、これ右そうスイカとかも代用になったりするんですね。チェリーとか。そうだそうだ。基本はあれですね、白ならリプレイリプレイですね。白ならの代わりがリプレイ、はいはい、あれ、はい、これはこれはもうバケ入っちゃった。当たりました。生入り生入りです。はい、第3一応ねじってる、ねじってます。はい、ノーエースですね。ノーエースです。はい、まあ、こういうバランスもいいんですよね。そうそうそうなんですね。そうなんです。はい、はい、あ、こう弾いてない。こういう感じ、あくまりです。これバケチョ関係ないんですけどね。関係ないですけどね。やっぱクールを出したい。クール。色変わっていくんですよね。そうですね。すごい。ビッグ弾けるかな。あ、そうですね、白ならリプリプですね。白ならリプリプ、青ならスイカスイカ、赤ならチェチェです。あ、あったな、そういう法則。うんうん、北海道で外れ、これ、成立ゲームか成立後しか出ないですよ。成立ゲームとかしか出ないですよね、確か。どれが、あの、枠上ビッターからの枠上からは出ないですね。そうですね、うん、はい。で、あの、中段ベルベルだけ入ってないっていう。うん、あ、そうだ。そうですね。ワクエボーナス結構山さん昔からっすよね。そうです、そうです。カゲツとかもそうですね。そうです。成立ゲームだけ。うん、シーマスとかもそうじゃないですか。あるじゃないですか、ね。イプシロンとか。はい、コングダムもあります、はい。もう今や死後だからね、その、成立ゲームのみの出目とかして。あ、今ないんですか。まあ、まあでも厳密に言うと、その、今って、だから結局一万役とかかましてるから、まあ広い意味では成立ゲームってなっちゃう。まあ重複ゲームですよね、成立ゲームっていうか。で、今打つとこういう演出あり、液晶もそうですけど、昔の台。今打つと全然演出起きないですよね。起きない、起きない。頻度がもう全然違う。当時は、まあ、これ演出鬱陶しいなとか思ってたのに、こんな起きないんだって。吉村ですら静かやなと思う。うん、改めて打つと。誰でしたっけ、マリコでしたっけ。ヒカルです。マリコってそれスナックのママちゃうんだよ、マリコ。あ、おー、入ってるよ、これは。すげえな、引き強い。そうだね、これあんま外れないからね、あれ普通ベルだからね。あ、これリーチ目とか見せたりします。あ、します、します。見せてね、演出せっかくあるんだよね、確定演出ね。うわ、最高ですね、もう。これはベルの2角だ。手から回ってるわけは2角ですから、スイカないんです。通常にスイカないから。あ、もうこれも、これはどれですかね、これ。はい、7リプ、白、うん、リプ、白ですよ。これは、これ、ずれ方がいいな。リプレイだと思う、あれと思うな。これはだって、いいですか、ごめんなさい、僕は。全然いいです。そうそうそう。じゃあ、これ、あ、白ならここで2角。そう、ここ、今だから狙ったんですよ。じゃあ、滑ったんですけど。で、ここに止まっても、白なら白ならリプレイ当たりなんですよ。で、白ならここでも、スイカテンパイ、中段テンパイなんで、これで、スイカ外れが当たりなんですよ。なるほど。だからこれってここの3個もどこ止まっても当たりなんですよ。なるほど。明らかにビール白ナナ狙い好きなんですよ。白ナナ、そうです。明らかにそうやなと思って今。何狙います？これは。もうけどさっき白白見たのな。赤ナナ、赤ナナを、これ赤ナナもどこ止まっても当たりなんで。へえ。
僕これ渡りなんですよ。青リップですね。はい、赤なら、なんてだって。あ、これは二角。これは二角ですね。あ、いい目だ。一角ですね。いい目して。赤ならさ、今思ったけど、今の目で、さっきの一個前の目で赤ならって枠上でも当たり。そうですね。上段リプレイ止まって。枠上でも当たりだから。だから、4個も滑るしかないんだよ、赤なら。なるほど。外れまで持っていくには。枠下まで飛ぶしかないですもんね。はいはいはい。そうそう。二角ではないんですね、白白。白白はスイカオアス。スイカオア。スイカオア。ノーエースだった。ノーエースだったらスイカフラがないんで。ああ、ノーエースってことね。だからスイカ、白なら左リール上段、うん、下段白ならでベル外れ。これはフォースにスイカがいるから二角ってことですか。そう。これだとベル外れです。基本的にベルとかリップ外れも多いですよね、山さんの当時のテトラって。あ、これ最高じゃないですか。こんなの通常に突っ込んできた。おぉ。いいね。今思ったけど、告知遅いですね。確かに。遅かったですね、これ。もうちょい早い時早いですもんね。10ゲームぐらいありました。うん、何色がいいですか。これ演出変わるじゃないですか。変わりますね。ハイパーかノーマルの。はい、何派でしたか。僕ね、赤多かったです。ジャキーン派でした。ジャキーンが気持ちよかったっすね。わかりますよ。なるほど。まあ、全然負けてないから。負けてないから。もう、じゃあ、もうさっさとビッグ終わらせましょうか。ファンファーレはどれも一緒なんですか。いや、違う。ファンファーレも違う。全然分かんないです。ちょっと演出が違うんですよね。そのハイパーかノーマルかの。そうですね。せっかくやったら赤以外がいいかもしれないですね。なるほど。白いだけ。白行きましょうか。今見ても綺麗ですもんね。綺麗ですね。あ、赤だ、赤なんです。赤だとダメか。赤でもいいですけどね。いいですか。僕も一番好きなんで。僕も赤やったんですよ。じゃあ赤行きます？はい。ジャッキーになるかな。だけどハイパーにならない方がいいな。これがハイパービッグですね。はい、で、ノーマルビッグだったら DTT 合わせて1回だけナビ来るけど、リプレイ引いたらね、消えちゃうんですよね。はい、これ赤ですよね。500万ぐらい取れます。余裕で取れます。全然550ぐらい取れますよね。はい、いい時は550ぐらい。これいいはず。とか3色になってる。あれ、はい、だそうですね。これは成功するまで帰れませんそうね、これねリズム押し、ね、これどうしてもね、あの朝乗りで押しちゃって全然うまくいかなかったちょっと遅い感覚なんですよ、押すのが、ね、もう後乗りジャストなはずなんだけど問題だからうまいクー出ました帰れますねいや帰れます帰れないでもらっていいですか取れるなみんなも経験あると思うんですけど、はい、山田の残りゲーム数わからない問題ねこの当時はねこの当時はこの分からなくなる残り山ってどっからみたいな分からなくなるこれ確かね22ですね残りじゃないんですよね今何ゲーム目かって表記なんで今打っても、あ、そうや、これ分からへんかったわ。最初はもう、と思ってやめましたね。ピンクパンサー3とかもね、打ったかったもんな。残り5っすね。危ない。パンクしそう。もう行った。あ、行った。危ない。もうだって、もう526枚ですよ。600とか言うてる600超えてますすげえすごいですよねすごいすごい本当出るんですよこれ打っときゃよかった全然4でも全然勝負になるから全然なるんですはいまあでもやっぱこの頃の山下なんで波はクソ荒かったっすよ荒かった謎に。なんだろうね。なんなんすかね。コングラム、コングラムがおかしい。コングラムがおかしい。あ、おかしかった。一番おかしいのは確かにコングラム。やばかった。けどやっぱり2000、
2000年ぐらいでしたっけ。2000年頃。そう、そうですね。21年前固まって出たからね、1年の間に、うん、そうですよね。そうだ、コングダムも同じ年ですよね。確か2000年頃だって言ったもん。いやけどやっぱり今このまま出しても面白いじゃないですか。面白いです、うん、だから山下そのなんか今特殊リプレイ待ちみたいな、うん、ノーマルばっかり作ってるから、うん、目を覚ましてほしいですね。目覚ましてほしいね。ジュークボックスです。山下とオリンピアには目覚ましてほしいね、そうですね。山下って山下ネクソになって何が変わったんですか。子会社化じゃないですか。山下は撤退ではなくて、子会社、完全によく分かると、撤退じゃない。持ち株会社になったとか、そういうレベルじゃないですかね。なんかよく分かんない。最近多いですよね、ダイトもね。まあ、いろいろ、いざとなった時に、切り売りできるようにしてるような気がしますけど。そう、それはあります。当時、ハイパーラッシュ、その好きな人多かったじゃないですか、マスロジーさんもそうですけど。設置そこまで多くなかったですよね。そうですね。それはコングダムとかアラベスクとかシーマスターに比べたら全然少ないですよね。甘すぎた。甘すぎたかもしれない。うん。位置は辛すぎた気がするんですよ。そうです、そうです、そうです。ヤマサの当時の位置はね、平成って、はい、確実になんかハイパーラッシュなんてすげえテトラ動くイメージやったな当時。うん。コングダムとどっちですか。これがまたすごい。ね、難しい、ね、悩みます悩みますね。ただ間違いなく枚数出たのはそれはこっちですけど、1000種類とかでしたっけ、テトラのアクションが。じゃないですかね。確かな、はい、パンフレットに書いてましたよね、テトラアクションがなんちゃらって。ライターやってたんですか。なんで僕の話全部わかるんですか。本当に毎日打ったんで、でも結構偏ってますけどね。テトラやっぱり一発目が C マスター出た時に、うん、はい、右下段狙いしてたんですよね、俺。C マスターを。一角青7狙いして。はい、で、たまに赤狙って3枚オアボーナスみたいなのやってたんですけど、うん、コングダムもハイパラも左からの方が全然面白くて。ああ、確かに。このテトラの絡みで。あ、はい、で逆行者とかあんましなかったんですよね、当時。うん、これ、エース飛ばせないですもんね。エース飛ばせない。けどまあ、タロマスのね、エース飛ばせないよりは全然マシですよ、ね、地獄ですからね。地獄で目で完全に外れやる、ちょっと、ま、はい、待たないといけないっていう。タロマス好きだったんですけど、よく考えたんですよ、今思えばですよ。滑り待ちじゃないですか、完全に。左、そうですね。まあ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 。滑り待ちじゃないですか。で、左下段から当たるとほぼバーじゃないですか。ほぼ 99% ぐらいバーじゃないですか。まれにビッグからびっくりするっていう。あれでも解析上は、バー下段からはビッグはないんですよ。なんで解析上はないんですよ。なんでタコ中テーブルが必ず選択されるっていう風になってるから、必ず最低でも枠下なんですよ。だけど、バー枠下から、下段からビッグ入るパターンは必ずランプがつくとき。あれ、打ち取れるってことですね。まあ、全然違う回だけど、それはだから自分で打って気づいたんですよ。あれな、え、じゃあバー下段止まって告知ランプがその成立ゲームでついたらビッグ、ついたらビッグの可能性があるっていう。それ以外はビッグの可能性はゼロゼロ。テーブル上だと、テーブルとか解析上は必ずタコ中で滑るようになってるんですけど、だからタコスロで言う左にいるバー上段ビタからビッグないんで、ね、ああビッグなそういうことさ、うん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 、どんなんそれっていう。当時の台は解析で出たやつと実機との動きが違う台がちょいちょいあったんですよ。例えばトリキューの赤7斜めビタテンパイ、はい、あれは解析上では4分の1ぐらいで稼せるっていうふうに出てるんです、はい、けど実戦では1回も稼せたことがないんです。なるほど。トリキューって何ですか。トリコロール96です、うん、ああれは名機、名機ですね、大好き。あれこの前サウンダー V リボルトを久しぶりにこう制御テーブル見ながら全ツッパで打ったんですけどいいっすね、やっぱああいうの、これはねえとかああだこうだ言いながら打ったんで。リボルトですか、はい、リボルトはめちゃめちゃおもろいっす、めちゃくちゃおもろいっすね。アクロスの中で俺1、2で好きっす、うん、え、2番目なんですか。クラセレか、はい、ああいいっすね。言うてゲッターマウス地味に好きなんですよ。ゲッターマウスもあれ、まあ、うん、おもろいんで。だ花火 VS って面白い面白くないじゃなくて、もう全部が合格点というか、もう普通なんですよね。で飛び抜けてないっていうか、うん、まあ、VS とかちょっと出目とか制御は好きですけど、うん、その、うん、リボルトかな一番。アクロスだと。アレックスはダメですか。いや、めっちゃ好きです。あ、めっちゃ好きですよ、よかったです。アレックスドン2は未だに打ちますよ。ああ、はい。設定入んないんだわ、両方とも。ね、もったいないですよね。めちゃくちゃもったいないですよ。でも、アクロス結構なんですよね。いやー、まあ、そのホール事情言えば分かるよとは思うんですけど、思うんですけどね。もったいない、ほんとに。止めましょうか。あ、めっちゃ滑った。
こぼしたかな。逆押しで今赤7狙ってるんですけど、全くピンとこないです。当時やってなかったから全くピンとけえへんな。今改めて20年ぶりにこうタンス、新しい発見があるかもしれない。止まるんだ。あ、違う打ち方すると新しい発見することありますよ。何十年ですよね。うち、その知識とかも多分変わってるから、当時。うちワニを結構打ってたんですけども、うち去年自粛してる間に100日、僕といえばワニ丸。100日後に死ぬワニってあったじゃないですか。はいはいはい、あれに習って100日間ワニを打つっていうのがあったんですよ。それで新しいリチメいっぱい発見したんですよ。自分なりのリチメを。久しぶりに打つって結構面白いです、うん。だってワニ丸当時打った時、面白いとかじゃなくて、増えたからでしょ。そう、お金のためにやったんですけど。ね、甘かったもんな。うちでやった結果 107% 近かったです。マジですか。設定値で、いや甘かったですもんね。ナイツも好きやったな。ナイツも荒いですね。ナイツも荒いんだわ。荒いですね。Y タイプですね。 Y タイプ、タイプ山さん。Y タイプね。 Y タイプです。真相初日で俺それこそ漫画でできへんかなと思って、で調べに行こうと思って真相初日打ちに行って、はい、隣の若い兄ちゃんがもう5ゲームぐらいでビッグ引いたんですよ、はい、速攻左から押してましたからね。で枚数少なくて台割れるぐらいどついてましたよ。真相初日の5ゲームで左バーって押した瞬間に、はい、クソーって思ったし、やってもうたっていう。あの当時やっぱりああいう台なかったです。なかったですもんね。ナイツはナイツで、俺スキービッグのあの音が好きなんですよ。スキービッグのちょっと切ない感じの、ナイツはパイパービッグがいいけど音がいいからノーマルビッグっていうのは、これはもう誰しもね、音良かったっすね。あれね、伊藤さんの4号機大好き、トップ3ぐらい教えて。4号機って多分もうみんなそうですけど、数えきれへんぐらい売ってるんですよ。だから中期をどこからにするかだよ ね。花火を中期として。まあ、98年を一応一つの境。そうですよね。うん。98年。ああ、はいはい。98年以前と98年から2003年ぐらい。花火が98年ぐらい。98年。そうですよね。うん、98年であの規定変わって、ナイキ、ね。ナイキ変わって、はい。太陽獲得とか、マルチラインが OK になって。98年、花火出る前。うん、いやコンドルじゃないですか。もうほんまにベタですよ。まあベタやけどね、なるよね。コンドルは外せないっすね。うん、まあそっか。当然としてベッタマウスかな。おお。ライトアランプじゃないんですね。当たり前。ライトアランプではないです。ゲッターマウスです。もう音もビジュアルも含めて、ね。ボスは何ですか。ゲッターマウス。前期ですけど、4号機は前期。98年前ですね。いや。多分。明日この質問したらまた変わるんですよ。聞かれるたびに確かに変わるんですよね。うん、いやー悩むなー。もともとはグリッパーとか結構好きだったんですよね。昔で言うと、あのジャック中マイゲームいるか揃えるそうです。スロット好きじゃないじゃないですか。スロットはそう好きじゃないです。いや、まあ、毎回ですけどお金のために打ってたんで、まあそうですよね、面白い機種あるけど好きかどうかっていうとちょっと、でもその前期の期間で言うと、うん、パルケとか大東の B も結構あったじゃないですか。ビガーとか。ああ、そうっすね。だから、パワーシリーズとか。裏物のイメージすごい強いんですけど、うん、全く面白いと思わないんで。なるほど。あんまやつ好きじゃないんで。やっぱり、確実にお金になる。そうそう、それだけで言ってたんで。負けてましたけどね、結構。でだから、イメージをつけるとそうなっちゃったんですよ。指定台で負けてました。指定台で負けてました。久しぶりに聞きましたわ。その指定台問題。なんか。指定台とかでね、指定台。塾長が好きな言葉だよね、指定台。相当不適されたビール飲んだもん。98年までだと、なんか今みんな喋っていろいろやっぱ思い出して、俺ビーチガールも好きかもしれない。いや、ビーチガール大好き。ね、オリンピアの初期やったらもうビーチガールが一番。オリンピアが、なるほど。もうすごいね、やっぱり7番スイカのリーチ目が綺麗かったんですよね。綺麗綺麗。山田目じゃないけど。L 字型や、実はそのスイカの上のチェリーが代用絵柄で、うん、結局一直線だから。あ、俺ワッパーズも好きっす。ワッパーズ。おお。来た、ここで変化球が。ボーナス絵柄がこの9コマのマスから枠逃げると囚人脱獄リーチっていう。いや、おしゃれすぎるやろ。なんやこの台と思って。囚人脱獄リーチっていうのは、それは必勝本の言い方ですか。なんかね、サミーが書いてました。そんな感じのことを書いてました。逃走リーチ、逃走リーチって書いて。逃走リーチかもしれないですね。逃げるってこと、
あの頃にあったので、メーシーです、多分。メーシーが出したパチンコで。パチンコ？パチンコ、はい、はい。カップルなんちゃらって知ってます？いや、もうみんな好きですよ。ブラボホテル入ったら大当たりですよ。そうそうそう。あの、はい、なんかマイク握った業界みたいな。パチコです。あれだけ欲しいんですよ。いや、あれは名器ですよ。名器。いや、好きな人好きですから。あの、いわゆるパチコンではなくて。ね、あ、パチコンじゃないです。なんかね、設定あったじゃなかったし。でもあの当時は CR 機ってまだ3段階設定とか。ああ、そうそう。とか、ゲンさんとかもそう。そうです。あの、ラブラブカップルね。あれ、おもろかったっす。あれ、打ってみたい。僕、打ったことないんで。お、ないですね。そうなんですよ。だこうやってこう集めてるうちに、いろんな人がこう。多分高いっすよ。高いっすよ、ね。逆に。多分高いと思います。名器なんですね、やっぱり。エロ君に言えばくれんじゃないですか。持ってるんですか。多分持ってます。いや、持ってます、ね。エロさんですからね。ラブラブカップルなんて 150% 持ってますよ。マジっすか。多分ね、もうあの男、どっちか収集する台の対象が、ちょっと、けったいな台ばっかり。マニアックなやつですからね。そう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 。なるほど。なるほど。マニアですか、彼は。そっか、そっか。もうこれ別に打たなくてもトークだし。俺なんかなんで打ってんのかなって。いや、打ってるからこそ出てくる話がやっぱある。それはほんまそうですね。じゃあ今最近で言ったら、今設定付きパチンコあるじゃないですか、うん、いろんなの。新日本プロレスみたいな。まあそんなに台数置いてるあのホールさんないので、うん、データをいろんなホール見れるところをバーって見ていって、うん、3ヶ月分ぐらいエクセルにまとめたんですよ。お20店舗ぐらい。3分の1ぐらい多分6です。全6やってます。常に。で、1回6に変わったら、しばらく多分続くと思います。あれね、要は釘で調整してるってことですよね。釘で調整しても、でも大当たり中の出玉とか。まあそうですね、はい、まあ辛いですけど全日本プロレスとかは一ついいですか、はい、新日と全日どっちですか。さっき新日って言ってました。どっちだっけ新日ですね。新日でした、はい、ごめんなさいパチンコはスロジスさんはどれぐらいから売ってるんですか。パチンコはゲンさんぐらいです。あー、はい、2回ループモンの時代ですね、はい、バトルヒーローとか、はい、でも初めて触ったのは銀パラです。フィーバービーチとかも売ってたんですか。いや、ビーチまた女の子が水あの滑ってくる。そこ行くんですね。初のブラウン感2回ループの時代ってパチンコはほんま面白かったですよね。面白かったね。勝てたし、うん、みんなこう、やっぱその頃ですよね、全打設定1って刺さって。あれはけど 100% 嘘ですよね。嘘でしょうね。あれ絶対嘘です。ゲンさんの指導時に周りにレンガがあるじゃないですか。ありましたね。あれの太さが違うと設定が違うとかって、あれ実際何だったんですか。あれ全然ガセですよ。いや、ガセだと思うんですけど、誰が流したんだろう。あれ誰が流したんですかね。ですかね。多分、これですかね。いや、攻略マガジンじゃないですか。一番そんなん書かないからね。どっからですかね。宝島のあそこですかね。ああ、宝島あったね、そういうの。まあ、言っちゃったら分かりますけど、でも多分あそこだと思いますからね。そういう系多かったですよね。まあ、でもまあ、ほとんどハイパーラッシュの話はなかったということです。いや、ほんまに最初の5分ぐらいです。当たっちゃいましたからね。パッパッと当たったから、だから本当に10分間ぐらいですか。なんで俺打ってんのかな。よくみんな言うんですよ。波荒いね、やっぱりね。やっぱりまあ、本当ですよね。枚数取れるんでね。ノーマルビッグみたいですね。あ、そうですね。ノーマルビッグみたいですよね。ここへ来て。ここへ来て。ここへ来て、ミッション。あ、入った。あれ今言った直後、すげえ。すげえ。でもこれ、すげえバケなんですよ、これ。バケっぽいです。今ね、中リールね、狙ってないんですけど、白7が滑っていったのなんとなく見えたんですよ。じゃあ、もうビッグ。もうビッグ狙っていきますよ。よし。おぉ、さあ、ノーマル。どちら。すごいね。あ、でも赤縄で揃えちゃう。まあ、ジャキン、ジャキン言うな。言うんかい。言うんですよ。言うんかい。はい、というわけで。はい。何してたんですかね。いや、なんかずっともう、あれです、居酒屋でパチスロトークしてるような感じでしたけど。はい、まあ、いろんな話出ましたけど、でも、はい、こうやってなんか、テーマを決めないで、打ちましょうみたいな感じになって酒があると、出てくるじゃないですか。永久に出てきますね。永久に出てくるじゃないですか。これが、この番組でございます。よろしくお願いします。なるほど。バーですからね。はい。一番いいですね。僕がこう、はいはい、ずっと、中学校の頃、中学校早いな。中学校ぐらいの時に読んでた雑誌の人たちと、ね、そうですね。
こうやって今ご一緒させていただいているのは、うん、はい、すごく光栄なことでございますね。いやいやはい、どうでしたボス。いや楽しかったですね。やっぱハイパーラッシュのいいところすっごい。いやワニマルとパチンコの話してる時が一番楽しかった。確かに声の音量を教えました、ね、音量がだいぶ上がってきてる。普段もう眠そうなこのずっと上がってる。いやでも一応本当に若いでよろしいですか。あもう若いさせなきゃ本当にあれあれだ。例えばわーわーって今流れてる。いやいや全部カットじゃない。もうそれだけでも十分です。有賀さんどうでした。はい。そうですね、なんかこんな甘い台だったんだっていうね。いやそうなんですよ、だからこれ実はいい台なんですね。いい台ですよ、そんな感じで、はい、今回は、生駒さんにハイパラッシュを、はい、多分打っていただいたと思います、はい、いや、打ちましたよ、はい、俺、はい、ありがとうございます、はい、打ちました、はい、ありがとうございます、はい、締めさせていただきます、はい、せーの、はじまりまーす。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。